落合、俺の指導に文句あるなら俺の成績を抜いてからにしろ。もはや禁止ワードにするべきレベルの言葉だろ。一理ある。不可能。できたらどんなに楽なことか。みかん王3回、首位打者5回、本塁打王5回、打点王5回、シーズン最高出塁率7回、シーズン MVP2 回、ベストナイン10回、オールスター MVP2 回、通算打率歴代7位、通算本塁打数歴代6位、通算打点数歴代5位、通算出塁率歴代2位、通算4球数歴代2位、通算敬遠数歴代6位、シーズン出塁率歴代1位、シーズン3割以上11回、シーズン3割6分以上2回、シーズン30本塁打以上9回、シーズン50本塁打以上2回、両リーグ1000本安打以上史上2人目、両リーグ200本塁打以上史上唯一、通算長打率日本人歴代1位。たったこれらだけを抜けばいいだけやん。無理よ。当時のレベルは低いから、って誰か言い返してみて欲しかった。でも他の奴らは俺より打ててないじゃんって言い返されるだけやろ。でも落ち合ってタイトル的には下の長嶋茂雄に絶対服従だよな。長嶋俺なんも言えないやう、落ち合いやーの。それでも決出度で見るとミスターの圧勝って聞いたで。